ようにはさっきからずっと入ってきてるもんね。そうですね。ずっと待ってますようにゃ。でもその人とやったら終わりだよね、そういう人と。さあようにゃんの実力が、あ、ようにゃんじゃなくなった。シュントクソリノです。シュントクソリノ。ソリノ。二人いるのかな。シュントクソリノ。シュントクソリノです。いや、俺がステージ選べるんだ。さあ、どうしますか。20枚にしよう。20枚ぐらいがね、やっぱり有吉さん少ないと運もあるからな。そうですね。そうですよね。先行嫌だな。さあ、先行は嫌なんですけど、全部先行だったわ。確かに。そうなんですよ。確かにね、相手の手を取りたい。ちょっとじゃあ水筒で水筒していいですか。水筒野村ですね。野村さん。ああ、野村さん。ああ、アイディ野球監督ね。相手イカ派じゃないといいけどな。野村監督の後は鴨監督だ。おお、鴨監督やってくれるね。監督返し、監督返しだ。カモシュー。ああ、いや、ここでもうシー使いたくないけどな、本当はな。使いたくないけど、なんかないかな。カモ、カモ、しかもは使いたくないんだよな。シーを使いたくないんだよ、あんまり。確かにね、この後使いそうですもんね。まあ、しょうがないね。人気のある言葉ですね。しかも、しかも、しかも、おお、俺もう全部黄色。はい。ほら、ほら、イカ派なのよ。イカ派ですね。イカ派ですね。イカ派ね、混戦になったら強いんですよ。イカ軍だ。そうなのよ。シュントクソリノ。こういう言葉あんのかな。ちょっとし。新しいのか、塗り目なんてないのかな。あったね。あっと塗り目がある。1ライン取っちゃいましたね。しかも塗り目で取りましたね。1列あの人、いや、田中はもう、しかも塗り目、しかも塗り目。田中はねえ、おしっこ行ってきてもいい。そこでしろ。勘弁してよ。自宅の床でおしっこは勘弁してよ。怒られますかね、奥様に。うわ、かっこいい。これはちょっと決めたな。おっと、なんだ世の中。うわー、すげえ。世の中いいね。世の中、しかも無理め。おっと、よもぎ早い。早い、よもぎできた。すぐ世の中からのよもぎ。世の中、しかも無理。よもぎなんて言葉を知ってるってことは相当年配の人ですね。いや、そこまで難しい言葉じゃねえだろ。対戦相手は相当年配のはずですよ。そんなことはねえです。よもぎ餅が好きだっつうならわかんないけど。もぎる、もぎる、もぎる。ルーは使いたかった。いや、いいね。いや、ちょっと今のところは調子いいですね。あ、調子いいですね。調子いいですよ。おっと、切れてないですよ。調子いいですよ。え、いや、自己紹介したのかと思って。調子いいですよ。カゴと五ギ2文字ですね。2文字でとにかく削ってきます。あんまり強くないから。そうですね、シュントクソリノはあんまり、多分かなりの高齢者ですね。カゴとか昔のものを言ってきてますから。よもぎ、カゴ、
昔のワードを使ってきてますね。おお、パゴーゴー、いや素晴らしい、すごいな。ほら適当に入れてきますよ。適当にね、始めましたね。早いな、嬉しい。これがね怖いんですよ。このラッキーパンチ、ね、パンチありますからね、これ。うるしなんていうのかなり年配の方です。なんでだよ。知ってんだろ若い人って、うるしぐらい。入れちゃうかな。パリショップの韓国ドラマ見てるし。あ？来たか？ソウル市ある？これは来るでしょ。いやあるでしょ。ソウル、ソウル、ソウル市。あ、ソウル市はないんだ。ソウルだけか。魂もあります。そうか。めちゃめちゃ迷ってんじゃん。ナリトなんて奇跡だろう。ないだろう、ナリトなんて。ナリト。これ子供じゃねえか？結構。なんで？何ナリトお申し付けください。何ナリトのナリトじゃねえだろう。いやこれじゃあもう早くしないとな。片付けたよじゃあもう。地鳴りの字はこうじゃないか。あ、こっちでいいのか。あ、そっちでいいんだ。こっちだ。地鳴り。あ、さあ14枚。色素。あ、やばい、色素。色素。ここに来て。色素。色素。ラッキーパンチですねこれ。本人もここまで取れると思ってなかったんですよ。騙されてんじゃない俺。本当は強いんじゃないかな。嘘。マジで。されてんすか。最初2文字で弱く見せといて。ソウルからの和式です。あ、いいですね。これかなり年配の人だろ。ジタ高め。うわ。お、気づけば同点。いい勝負ね。動き出したか。ないのか。俊徳ソリノが強いのか。俊徳。うわ、ルー使わなきゃよかったな。じゃあ。ああ。ね。高めるいけたんすね。ああ。まあまたか。またしかないか。またしかないよ。またどんどん入れてくんだよな。イワシ。イワシ。イワシ。岩からのイワシ。あっと徐々に俊徳ソリノがちょっと追い詰めてきましたよ。あー、そうか、ないんだ。そうね、マイワシがないんだよな。ねえ、マイワシがあったら、マイワシ、マイワシ、イワシをマイワシで返す。そうなんだよ。カタクチイワシならね、池田カタクチイワシだったら来たんだよ。広島はコイワシって言うけどな。コイワでお茶濁しますか。あ、コイワっていう、あれ、コイワはない。コイだけだ。コイワ、コイワがないの？なんで？新コイワは？ないよ。農場があるとこでしょ？コイワ、コイワ、コイワ、コイワか。コイワ。東京のコイワないの？コイワ。コイワ市、コイワあるでしょ？やばい！うわ、やばい、離島と。今の痛いな、コイワないんだ。仮面、あ、ナイス、いいですね。いいですね。あ、いいですよ。あとちょっと。早いのよ。迷いなく来るんだよ。コンピューターみたいなんだ。ほら、間違ってた。ウザ。ほら、適当にやってんだもん。シウザ？ウザって入れたかったな、多分。ああ、ウザね。ウーだ。うーってなんだ。うーなんてダメだよ。うー、もうでもちょっとこっちもないんだよな。まあもうシーツ買ったの。あれ入れちゃおうか。木のものムカゴ。お、ムカゴ。おあ、ほうほうほう、いいですね。よっしゃよっしゃ、あと2枚。ムカゴ決まりましたね、今。
ムカゴ決まりました。M。M。あ、ここ M だもんね。いい勝負だぞ。いや、これはちょっと目を離せないですね。家ルは使っちゃったもんな。ねえ、イエーイ入れてみようか。イエーイあるかな。やったー。いや、イエーイ入りましたね。イエーイ、イエーイ、イエーイ。ついにこの決着がつくのか、このシーソーゲーム。わっ、え、ルーやめて。あと1枚よ。え、エール、やばい、エール入れられたら。エール やばいね、はい、あ、アジ、アジ、あの、あーでも確実に2枚。あのありそうだけどないか。あれがある、ピアノ。あー、いいね、それ。決めちゃおうか、じゃあ。どうですか？あとはないもんね。決めちゃうのか。ポエムがあるかな、ポエム。あー、そうね、なんでもあるね。あとはなんかないかな。みんな。いや、まあ、ピアノでとどめさせちゃおう。パーよ、パーよ。パーヨって誰？パーヨって何？あ、いったー！ハリウッドさん勝利！ありがとうございます。素晴らしい勝利でございました。すげーな、田中にだけだ。いや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 、今日はハリウッドさんと強さをまざまざと見せつけた回じゃないですか。あ、そうか、貫禄でしたね。いやいやいや、何年もやってるだけある。貫禄と言っていいでしょう。ちょっと今日本最強と言ってもいいですね、これ。だけどちょっとやっぱりあのタカちゃんのあれ差し上げるが、やっぱり。あ、僕ですね、はい。あげる、仕上げる、差し上げる。あれは、あれはね、ちょっと相当令和の名勝負と言われてますね、あれはね、試合には勝ったけど勝負には負けたなって感じです。そうして僕はあの試合完敗しましたが、なんかこう、うん、心地いいですね、今日は。よく寝れそうです。負けたけど、ね、さあ、で一番ね、一番雑魚だなと思ったのはね、はい、大木だね。言われてました。苦戦してただろう、苦戦を。